まあ今ね、1時間ぐらい登ってきて、まあ前半がスキー場。で今、山道歩いてるんですけど、うわ、まあ登りにくいこれ。滑るね。滑る。三瓶さん登ったじゃないですか。似てる感じがするんですよ、登ってて。まあ僕三瓶苦手ですから。入れる、滑る、狭い狭い、暑い暑いですからね。いや、揃ってるね、材料は。うん。オスラの山が嫌いにはなりたくない。最後に、がっちりとね、オスラと握手をするような形でね、登山が終わってくれることをね、僕は願っているし、そうなると、思ってます。汗かくね、りょうくんね。うん、汗かくね。うん。で、僕今、首に巻いてるやつね、これバフって言います。スペインのね、なんか有名なヘッドバンドみたいです。まあ、使い方もね、こうやって首に巻いたり、まあ、頭に巻いたりとかいろいろあるんですけど、なるべくね、頭にね、巻きたくないんですよ。専属スタイリストのね、髪型を崩したくないんですけど、激しく汗をかいております。うん。まあ、えだちね、我慢が苦手だもんね。そうなんです。はい。早く頭に巻きたい。アキさん、頑張るよ。ただ、この両のメガネが真っ白になった時に、僕も巻きますから。アキさんも許してくれるだろう。うん。でも、だいぶ、なだらかになってきたよ。本当だね。なんか、大空のね、いいとこ見つけたね。いや、待ってね、登ったり、平らに歩いたり、登ったり、平らに歩いたり。まあ、欲張りだけどね。いや、気持ちいいね。気持ちいいよ。これ、だいぶ、これ、近いんじゃないんですか？あ、看板があるよ。看板ありますね。夏焼け峠。夏焼け峠が、あっちと。でね、今これ、合流したね。合流しましたね。登山道とね。うん。なんでね、そのまま。まっすぐ行って、うん、これ頂上かもしれないね。そんな気にさせる、そうね、風景です。思ったより全然いいよいいよ。うん。楽しくないゾーンがそんな長くなかった。長くなかったね。うん、気持ちに余裕ができたもん。ふっと。おっと。ブンブンいっておりますよ。うん、ブンブンいっとるね。うん。これ何？蜂ですか？蜂ですね。蜂です？蜂ですね。ちっちゃいスズメバチがおります。マジで？動かん方がいい？なんとかして。はい。お願いします。はい。こんなになって、こんなになって飛び降ったよ。ワンプッシュですよね。ワンプッシュ。これだけ。あ、結構いくね。早速、すげえ。早速、出番がありましたね。あったね。まあ、これのレビューはあんまりね。まあ、言いたくないね。うん。なるべく出会わない方が一番。そう。はい。しかもね、回してる時に、後ろから吹いたら、スズメバチが前に飛んでいきながら、うん、もうこうなってるんですよ。操縦桿を失った、うん、もう飛行機のように、うん。すごかった。いや、おすすめです。おすすめですね。モンベルに置いてありますんで。ほほほほ。よかったらどうぞ。どんどん出てこい。やっつけてやるから。ああ、お願いします、うん。守ってください。はい。実際問題これ、うん、手で払えんけよね。そうよね、うん。だって払った分は刺されてしまいますから。そうそうそう。信じられねえなー。すごいね。なんてタイミングだよ。すげえなー。さあさあさあ、ゴープロさんは今のちゃんと取ってくれてるかな。そうね。そこをね、うん、抑えてくれてるか。対してるぞ。おお、頼むぞ。なんか分岐が出てきたね。うん、まあまっすぐ行くと、おそらくの山頂はすぐですね。すぐ。うん。まあこういうの当てになんないですけどね。これが信用できんのはね。そうね。人間ね、どうしても希望的観測ってのあるけ。あるね。うん。30分で着くって言われたら、20分ぐらいでまだかと思ってしまうの。そうだね、うん。期待しちゃうよね。そう。歩いてる分ね。もしね、うん、まあ、道を歩きよってね、うん、すれ違う人に、うん、あとどれぐらいで着きますかって聞かれたら、うんうん、歩いてれば着きますよって。ああ、優しい、うん、あ、そういう言葉は優しいな。言ってあげてくださいね。うんうんうん。それが一番ね、力になると思う。なるね。歩いたら着くんですよ。歩いたら着きます、うん。はい。もうね、向こうにね、見えました、僕。あ、見えた？山頂の、標識が。うんうんうん、でね、うん、道がこっちと、でね、あっちにもあるんですよ。うんうんうん。これはね、おそらく向こうで繋がっております。あ、なるほど、なるほど。なんで、うん、カメラに2台ありますから、う
りょうくん腰から行って、はい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 、撮影しながら行ってください。なるほどなるほど。で僕は撮影しながらこう行くんで、うん、同時に出会うっていうのをね、こう僕は撮りたい。こうやってみましょうよ。オーケーオーケーオーケー、いいよ。よーい、スタート。はい。さあ、いよいよ山頂が近づいてきたね。ここでね、枝地と出会うっていうね。りょうくんと出会えるんかな、ね、わあ、もう見えたな。新しい。ああ、見えた見えた。でかい標識でございます。そう、こっちを回って。はい。ああ、見えた。1346メートル。1346メートル。おーっと、りょうくんが出てきましたよ。出てきた。出てきたね。はい。いやー、やっと会えたね。会えましたね。もうすぐでしたけど。はいはいはい。おそら寒山、登頂しました。イエイ。りょうくんが今、眺望を探しております。ちょっとあります。ちょっとある、うん。なんとかね、このぐらい、見えます。まあ、ないわけじゃない。あー、見えるね、結構。思ったよりも全然、うん、見渡せて、うん、嬉しいです。嬉しいね。本当は今日僕らね、レインウェアを着る予定だったけどね。そうね。うん、それに比べたらね。全然、ハッピーです。あー。ありがたい。はい。では次の山ね。うん、九羅漢山。行きたいと思います。はい。行きましょう。わお。マジで？マジで？あはは。ここジャンゴーじゃないですか。いや、でもね。うん。ありがたい。天気もね、持ってくれたし。ほんとね。うん、これで雨だったらもう悲惨ですよ。地味に危ないです。危ないね。ここを過ぎたら、あの、結構道がしっかりしてきます。あ、ほんと、うん、いやよかった、どうなるかと思ったわ。ちゃんとした道になりましたなんかね。うん、まああとはね、これがどれぐらいあと下って登るかってことですよね。そうね、うん、下るのはね、だいたい分かってるもんね。うん、それ山ですから、うん、まあでも30分なんでね、うん、そんなにハードなコースじゃないと僕はね、うん、思います。はい、だいぶ開けてきたね。稜線になってきたなっていう感じだね。こう風が吹いてね、うん、これ醍醐味じゃないこれ。そうね。あ、気持ちいいよね。気持ちいい。やっぱ山歩きっていいなって、そう思わせてくれるようなね、歩きやすい道です。九羅漢山のね、山頂も楽しみだな。何ね、もう下りは終わりなのかな。そう考えると嬉しいな。うわ、なんかすんげえ大木が倒れてるよ、これ。おぉ。見てください、これ。でかいです。でかっ。なんだよなぁ。ジブリだな、これ。うん。えい。なんかブンブン来るからさ、蜂だったらさ、うん、僕があの、刺される前に、撃退してよ。もう蜂が来たって言ったら、歯がタッタッタッと、こう、動きだす。スナイパーですか。おぉ、頼もしい。うん、蜂が来た。わー、素早い。今こっち向いてますけど。こう向けないで。蜂を打ち落とすぞ。さあ、行きましょう。なんか目の前に見えてきたな。見えてきた。うん。これあれじゃないですか。あー、あれっぽいね。うん。いやー、もうちょうどいい。うん、気温もね、22度。おー。最高じゃない。登山日和だね、これ。もう最近暑かったじゃん、うん、暑かった。もう梅雨でさ、うん、ジメジメでね、うんうん、もう日も差せばね、もう30度ぐらいになるじゃないですか、うんうん、この時期にね、この雨も降らずに、うんうん、この曇りでね、うん、快適ですよ。うん、いや、いい日を選んだな、これ、うん、言ったでしょう、うん、あ、僕登山口で、うん、最高の一日が始まるって。本当だね。今日はね、うん、最高の一日が、うん、始まると思うんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、言うた通りになる。なるね、うん、すっかり平地になりましたね。本当はね、まっすぐです、うん、こんな感じでね、あの平らで歩きやすい、気持ちがいい絨毯の上を歩いてるようで、さあどうなるのかな。登りが始まったんじゃない。あ、始まったね、いよいよ、うん、待ってましたよ。わー、でも踏みやすくて歩きやすいな。いいね、ダッチ決まってるね、スタイリングが。ありがとうございます。めちゃおしゃれ。もうあなたは完全に山のファッションリーダーで。間違いない。
じゃあ僕はあの丘のファッションリーダーで。そういうことで。そういうことです。うん。ただ景色が見たい。おお、山っぷありがたいね。ありがたいよ。この動画を見て面白いと思ったら上のチャンネル登録ボタンを押してチャンネル登録お願いします。はい、お願いしますね。高評価ボタン、グッドボタンもいっぱい押してください。ここにありますんでね、コメントもバンバンくれるとね、あ、嬉しい、あ、嬉しいんで、うん、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございます。